ちゃんです。今セブン行ってきてね、豚まん買おうってんけど2つしかなかったんで、豚まん2つとピザまん1つ買ってきて、ではペイペイが、はい、ペイペイで払ったからね、もうペイペイあとね200円ぐらいしかない入れとかなとかチャリ買う時にね、ペイペイにこう入れようもよく書いたらアマゾンやからいらんからと思って入れへんかったのよ。はい、ということでね、アイスコーヒー買ってきた。よいしょ、いただきます。アイスコーヒーは100です。アイスコーヒーは、まあ、ホットやけど、ね、今日暑いでしょ。なんかもうアイスの季節よ ね、まあ、ねこうコーヒー飲んだねホッとするね、なんかねこうね、はあ、落ち着くわ。アイスをストローじゃなくこれで飲むのもね、なんか今もう浸透してきたねなんか今日ね、空ね、そんな枯れんのも結構綺麗やけど、曇ってんで、もやーんとしてんね黄砂か、これなんか、嫌な色してるよ。ねえ、そんなこんなでね、今日はね、まあこう、まあ、綺麗な桜だからすごい綺麗かったよ、だけど綺麗はな一番満開よね。めっちゃ人来てる。めっちゃみんな写メ撮ってる。今までね、こういう季節が来たら、カメラマンが一眼レフとか、デジカメとかで撮ったりしてたけど、今もね、おじいちゃんおばあちゃんも写メ、携帯よね。だけスマホが浸透したんやろな。音でチャリンコ走ってる。運動不足から乗ってどっか行ってみたいのにっつって言ってて、でもお尻痛いから遠いとこ行ったらお尻痛いねってお尻も何も今筋肉痛でさ、痛いからどこも行かね、ちょっとだけ乗ろうかな明日。でもね、明日土曜日やね、じゃあ明日金曜日や、せやん金曜日やったらまだ人少ないしな、チャリでどっか行こうかな明日。もう別に何も用事ないからね明日は。今日買いましたら明日も出ていく必要ないし、リュックにね、リュックだけ背負ってね、プロチョロ出かけたら、ね、リュックさえあればもし途中でさ道の駅みたいなところで野菜とか買っても入れられるし、ね、明日天気良かったらチャリでどっか行こうかな。移動がな、音が入らへんのよ。なので前向きカメラ、このカメラね、音がね、うまいこと入らへんの、ね、これ用のね、マイクがあるみたいな、ジャックの太さがいつも使ってるマイクのジャックより細いね。専用マイクしかあかんねんけどね、専用マイクどっか行っちゃったのよ。入っとったんか、入っとったような気もすんねんけど、出してもないけど箱に入ってない。マジであれ買おうかな、GoPro 買おうかな。 GoPro 音ええらしいからね。これはね、インナーカメラ、インナーマイクがめちゃくちゃクソらしいの。
家の中でね、なんかこう作り物して遊ぶのも楽しいしね。だから言ってね、外に出てうろちょろするのも楽しいしね。あっちゃんインもアウトも両方好きやから。なんかね、もうほんまにね、ね、実際ほんまに何か危険なことがあったり、実際何かで家でこもって自粛してろって言われたら、それはそれで1ヶ月とかでも自粛できる感じで、どっか行こうって言われたら毎日でもどこにでも行ける。それがあっちゃうんだけどね。何かって言ったらね、楽しいことが大好き、それだけやね。だから楽しければそれでよしみたいなところがあってね。そんな感じでちょっと楽しくやってるんだけどね。さあ、おばちゃんがブレーキを踏ましてくれた。アニパええよね。アニパ行こうかな。いつかね。子供のご飯だけ作っといて、で、あっちゃん一人でお弁当入れて持って行って食べてもいいんだけどね。それはそれでありやと思うねんけどね。狭いとこ何台来るんだよ。もっと寄れるやんけ、たくさん。暴言を吐いてしまっちゃったわ。バイク2台分ぐらい左空いてんのに、ようよりよらへんねん。もうちょっと車でかかったらな、いろいろ荷物積んでいろいろね、繰り出したいとこやけど、ちょっと車が狭いでね。狭いよ。大田高校入るね。道やねんけど。もう一回切り返していけるよ。いけるか。頑張れ。ガードもおらないよ。入らんやろな。高校の工事でもしてんのかな。今ね、大田高校ね、解体工事してんね。頑張れ。もう一回切り返さなあかんやろ。いけるか。頑張れ頑張れ。大変やな。大型入った赤道やから、設計されてないよね、入ること。
ということでね、お家帰ってきたんでね、今日はね、で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。